元気しなーす。あ、大きな声出しちゃいけないんだよ。まあでもこれを言わないと俺が始まらないんでね。60周年っていうね、60年生きてないと思ったんだけど生かされてしまいましたね。それで仲間たちもみんな旅立ってしまって、一人取り残された感じですが、まあ今日は本当にどちらにしてもこのコロナも終わると思いますけどね、明日に向けてというより来年に向けて思い切っていろんな発想を持って頑張っていこうと思っています。コロナの親分もこの間呼びつけて、もうそろそろお前行って帰ってもいい頃になってたらうなずいてましたけどね、そういうわけで今日はよろしく、ありがとうございます。コスチューム帽子も含めてこれ何か意味があるんでしょうか。何の意味もないんですけどね。そうですか。たまたまね、今日はデビュー60周年なんですけど、ウイスキーにデビューしたのが60周年前で、力道山の付き人をやってましてね、その時に、まだあの頃はジョニーウォーカーの赤が最高級だったんですが、それを日本酒も一升瓶飲まされたり、あるいは、ウイスキーを格付け3杯っていうのもやらされてね、そんな話をしたらスタッフが揃えたんでしょうね。今日1本開けてもいいんですけどね。だって、アントニオ猪木さん、デビュー60周年おめでとうございます。井上直弥です。アントニオ猪木さん、60周年おめでとうございます。僕は、10月30日に、ラスベガスで、防衛戦を行います。万事固めで防衛しますので応援よろしくお願いします。どうも、KB ストーリー川端要です。というわけで犬塚町、デビュー60周年おめでとうございます。そして一緒に美味しいものツアーをぜひ行くことを楽しみにしていますので、そこも YouTube で一緒に行きましょう。メッシングノキ6 years of fight life even fought more mentally、respect you're a true legend and、hope to see you soon who's新日本プロレスレインメーカー岡田和親です。猪木さん、デビュー60周年おめでとうございます。でもまだ新日本プロレスの会場には来られてないので、もっともっと元気になってたくさん元気の雨を降らせていただいて、ぜひ新日本プロレスの会場でお待ちしています。あの東京オリンピックが1964年でしたから、翌年の1965年だったと思うんですが、私が小学校5年生でした。初めてアントニオ猪木なる存在を見た瞬間です。ただアントニオ猪木および猪木寛治の戦う旅人のロマン、この旅路は一切終わっておりません。プラズマはじめ夢とロマンの技術開発の仕事も残っております。どうか猪木さん、体調を保持しながらこの後のお仕事を頑張っていただきたいと思います。60周年おめでとうございました。大相撲の第69代横綱白鵬でいます。猪木さん、デビュー60周年、心からお祝い申し上げます。本来ならば、みんなで、お祝いしたいって気持ちが、本当に、ありました。しかしながら、この厄介者、コロナが、落ち着いたら、ぜひともにまた、会いに行きますので、いろんな、話を聞かせてください。どうも、60周年おめでとうございます。明石家さんまです。本当に、猪木さんにはいろいろ小さい頃から助けていただいたり、しております。前も言ったと思うんですけど、私は実は、猪木さんの卍固めやコブラツイストを見て、プロレスラーになろうと、憧れの選手はペドロ・モラレスなんですけども、そういうのを見させていただいて、トレーニングに励んだ中学時代もありました。そうして我々をいろいろ勇気づけてくれたり、いろんなことに、そして私の憧れのモハメッド・アリーにもとも戦っていただいたり、いろんなことをして我々の気持ちをいろいろ助けていただいてたことは事実です。本当に、私も猪木さんもそうですけども、人生の卍固めに、猪木さんは2回会われてると思いますけども、卍固めというよりもがんじがらめ、私の場合は金銭的ながんじがらめなんですけども、
猪木さんもいろいろあったと思います。本当に、これからも、よろしくお願いします。まあ、あんまり長く喋るのもなんなんで、猪木さん、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。さっきね、お酒が出て、このまだ未成年が酒飲んでいいのかよと。でも時代時代は時代も歴史も消すことができない。それをなんか全部消してしまう。そして今の時代にで師匠、まあこれを非常識というかまさに、一升瓶のラッパ飲みを17歳でした。実際には酒はですね、ブラジル行った時に、コーヒー園で働いた時に収穫が終わると、みんなこんな大きな樽でワインを持ってきてくれて、こう試酌でついてくれたんですけどね、まあそういうことを含めて、日本に戻って、師匠の付き人をやって、地元の川役が来ると、うちの若い人はこんなもんだってデモンストレーションの代わり、一升瓶をラッパ飲みさせられたりですね、その時にウイスキーのジョニークロが、ジョニーウォーカーですね、ごめんなさい、このあれが出てたんですね、これも駆けつけ参拝ということで飲まされたことがありますが、まあ、あの酒の自慢の話はできませんが、ロシアでウォッカでぶっ飛ばしたのは俺だけだという伝説になったりして、あるいは中国の梅酒という酒をね、30いくつあるテーブルを全部回って飲んで、一本一本飲み干したという、ということで、ちょっと飲みます。あ、うまい。うん、ということでいいでしょうか、挨拶は。ありがとうございます。さあそれでは、YouTube をご覧の皆様も多いと思います。ぜひ最後猪木会長あの締めで最後お別れとお開きとしたいと思います。お願いいたします。今日はね許しを願って大きな声を出しますけど、一つ皆さんね、心の中で大きな声を叫んでください。それじゃあ、これをやって実際にはね60年じゃないんですけど、元気を発信し続けてこれからも頑張ろうと思ってますけど、ご唱和をお願いいたいと思います。いいでしょうかね。3、1、2、3、ダーン。